どうもビビビビレです。今日の企画はホットサンド作ろう。今日はですね、このオンライン授業の隙間にホットサンドを作っていきたいと思います。はい、ホットサンド簡単に作れるみたいなのでね、はい、おしゃれだし作っていきたいと思います。それではレディーゴー。まず入れるのはトマト、キュウリ、ツナ、チーズ、これのみですね。切っていきます。キュウリは薄切り、斜めに薄切りしていきます。今日はね、オンライン面接をただいましていました。めちゃくちゃパソコン繋がんなくてね、めちゃ困ったんだけどね。楽しいよね。あと今日ゼミでオンライン飲み会あるらしい。参加してみようかなって思ってる。ゼミとか一回も会わないもんね、人と。やばいよね。キュウリこんなもんでいいかな。トマトも薄切り。 OK。 こちらツナをポンと開けて、油がめっちゃあるからね、これ油取りたいね。この器に出していく、ポンと。 でこれはもう凍ったままでいい。はい、バター塗ります。こんな硬かったらバターも塗れない気するけど、硬い方が塗りやすいですね。あ、そうなんだ。パンが凍ってる方がいいです。これで焼き目がつくんだね。結構たっぷりね。ホットサンドなんかね、おしゃれな朝ごはんとかになるからね。はい、ポーンと外側に貼っていく。47本あげたんだっけな、動画40。今日これで48本目か。いいね。50本いったらすごくない？あと3日ぐらいで50本だよ。まあまあこれからね、末永くやっていこうと思ってるから。俺は5年ぐらい見てるから。俺は就活でもバンバン話してるしな。僕 YouTube やってます。21卒だけどさ、あれ22卒の人 YouTube やることをおすすめするよ。やっぱ話のネタになるもん。マヨキュウリをペタ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 、飛び出ないようにね。はい、ツナを乗せると真ん中にね。これがねまたうまいですからね。ツナがトメイロをペタと。オッケーで、チーズ、これがあればね作れるからね。ホットサンドのこれを買ってください。はい、オッケーで、しかしね、ロック焼いていきます。たい焼きみたいだね。はい、チューブで焼いていく。ハムチーズにしたり、チョコバナナにしたり、まあ、いろいろできるね。もうなんかジュージュー言ってきた。オンライン授業全然やる気出なくね。やばいんだけど、このままじゃやんなきゃなと思いつつできないっていうのがやっぱりね、学校であろうとオンラインであろうと変わらないよね。それはそろそろコロナもね、明けてくるからね。ピシッとしないとダメだね。繰り返そう。ポン、オッケー。俺は今最近散歩にハマってる。散歩とフィットネス、コロナ太りするからね。こんな感じですね。はい、閉めて、あー、なるほど、こんな感じ。今年俺らは卒業旅行行けるのだろうか。結構危ないよね、行けなそうだよね。ボン、おー、オッケー、はい、いい感じ。はい、じゃあ切ります。ガシガシガシ、あ、いい、サクサク感がとてもいいですね。オッケー、こんな感じでね、美味しそうです。ちょっとおしゃじゃん。はい、じゃあ食べていきます。はい、では食べていきます。イエーイ、めっちゃうまい。トマト焼くとうまいよね。あとチーズもいい感じだね。ツナもうまいね。いいね、ホットサンド。何でも作れるからね、ホットサンド入れたら。ちょっといろいろ試してみよう。その甘いやつとかも作ってみたいし、バナナ、シナモンとか、ホットサンドやってみてください。この動画がファンタスティックだなって思ったら、FB お願いします。今日も5個。5個お願いします。どすこい。それでは、バイ。今日も動画を見ていただき、ありがとうございました。ホットサンド、簡単で、おしゃれにできるので、ぜひ作ってみてください。明日は手作りピザを作りたいと思います。ピザパだね、ピザパ。それでは、バババイセコー。